大正内港は大阪府大阪市、大正区に位置する人工港湾であり、大阪港の一部をなす。沿岸部には多くの工場が立地している。大阪市西区、港区と大正区との境界をなしながら、南西に流れる尻部川が大正区鶴町4丁目付近で大阪港と大正内港に分かれる。大正内港に入って福町堀を分けるが、 再び合流して木津川運河に注ぎ、同じく大阪港に注がれる。1940年代前半まで大正区の土地の大半は海抜0メートル以下にあったため、1934年9月21日には室戸台風が襲来し、大正区のほとんどの土地が冠水。東区は死者119人、被災者12万3000人。 建物の浸水等被害22,535個にも及ぶ甚大な被害を受けた。また当時は付近に貯木場が集中していたので、貯木場から流された丸太によって道路が塞がれ、建物が壊されるなど多くの被害を受けた。その後も1945年の大阪大空襲により区の大半を消失し、1950年のジェーン、台風による被害など、 大正区民はたびたび起こる高潮や戦災に悩まされていた。そのため、大阪港復興計画の一部として、大阪港に注ぐ河川の拡幅や対象内降化が1947年に決定された。掘り起こした土砂で区内を全面的に盛り土地する区画整理工事も同年に開始され、1975年には完了した。大正運河に連絡していた。 貯木場や材木市場は、この工事の際に閉鎖され、住の駅平林に移された。同時期に、港区では、弁天布島が完成した。大正内港護岩壁当設では、付近の治水事業と大正内港に関係する出来事についても触れる。千歳橋と千歳渡し大正区内の両岸を結ぶ、公営都線が市営で運行されている。歩行者、自転車専用で、無償。 建設局による運行。大阪市の都線については、大阪市の公営都線も参照。ありがとうございます。